こんにちら質問失礼します米国ではアメフトが大人気ですが日本では競技人口が少なく人気もあんまりないように見えますその理由は何だと思われますかまた人気を高め競技人口を増やすためにはどんなことが必要になると思いますか無理ですえっとあのアメフトが日本で人気が少ないのではなく世界中でアメフトが好きなのはアメリカ人だけです <laughs> なのであの分析しなきゃいけないのはアメリカ人がなぜアメフトが好きかそれ以外の国はなぜやらないかです、はい で、あの、アメリカ人がなぜアメフトが好きかっていうと、アメフトをやるのはほぼほぼ体格勝負なんですよね。なので、体格がいいマッチョイズムっていうのが、まあ、アメリカの大学ってマッチョかっこいい、マッチョすごいっていうのがあって、で、マッチョの人ほどアメフトで成果出しやすいんですよ。なので、まずマッチョ優秀スポーツ。例えば、あの、バスケットボールってマッチョになったとしてもそんなに強くないんですよ。要は筋肉つければつけるほどジャンプ力下がるし、で、別にバスケやるのにそんなに筋肉いらないじゃないですか。 で、じゃあ野球とかサッカーでも筋肉つければつけるほど体が重くなっちゃうので、逆にそんなに動けなくなっちゃうんですよ。でもアメフトってひたすら筋肉と体重つけると、そのあのフロントの人たちっていうのはまあ丈夫だから、それであの勝てますよね。っていうのになるので。なのでマッチョであればあるほど勝てるっていう。頭使わなくても結構いけるんですよ。あの高校大学レベルまでは。 ただその、プロのアメフトに行くとみんな頭いいんでそこは別なんですけど、なんでその分かりやすいマッチョが勝てるスポーツっていうのがあるよねっていうのと、あとその各大学がアメフトっていうのを持ってて、で、バカでも分かる面白ルールっていう。要はあの、ボールを一歩でも前に進めたら、で、相手のラインまで超えたら点数が入りますよっていうので、すげえ細かいルールあるんだけど、アメリカ人細かいルール分からないまま見てるんですよ。<laughs> なんとなくこっち勝ってるからわーみたいな。 っていうので、まあ、バカでもなんとなく分かりやすいっていう。例えば、サッカーもバカでも分かるルールなんですよね。あの、この四角い枠に入れてくださいって言うんで、で、そのオフサイドとかちょっと細かいルールあるんですけど、オフサイドのルール分かんないでサッカー見てる人、世界中いっぱいいるんですよ。っていうので、あの、ルールが分かりやすいって超重要なんですよ。でも、野球って、ルールすごい細かいじゃないですか。そう、なんかあの、 た後に右のベースに向かって走らなければならないとかえ。なんで左から回っちゃいけないの？とかそうなんか。そもそもストライクゾーンって何とかなんかよくわかんない。ルール謎のルールあるじゃないですか？なので分かりづらいんですよ。なので野球って日本人とかアメリカ人好きなんですけど、世界ではそんなに流行ってないんですよね？なんで世界でやってるのはサッカーだったりするんですけど、というわけであのアメフトが流行らないのは当たり前だと思うので、もしアメフト好きだったらアメリカに行った方がいいんじゃないかなと思います。